田村塾のことです。はい、それではですね、日商簿記3級試験対策講座の通信教育第9回目の2本目ですねの撮影の方に行きたいと思います。はい、では行きましょう。今度は41枚目のレジュメになります。はい、よろしいですかね。ではですね、41枚目のレジュメに行きたいんですけども、先ほどねお話しした通りですね、40枚目からはね、日商簿記2級だったものがですね、日商簿記3級に、降りてきたと、ね、いう論点だということを言いました。ね、したがってですね、ちょっと難しいやつが多いんですよ。ね、うん。で、その中ででもですね、この今からね、やる41枚目の、まあ、増資とね、剰余金の配当処分と、ね、いう論点ではあるんですけど、ここはね、仕分け自体はそんなに単純なんですけど、ね、内容はね、かなり深いです、これ。実はね。うん。したがって、ね、こちらの方はですね、まずちょっと結論を先やりますから、ね、まず結論をやりますけど、その結論をやった後にですね、じゃあなんでこういうふうに仕分けやるのかなっていう話をね、ちょっとじっくりとさせていただきます。ね。これをやっておきますとね、まあ、ゆくゆくね、まあ、応用ももちろん効きますし、ね、まあ、2勝2級とかね、1級に行った時にもね、スムーズに理解できるという話がありますからね、それをちょっと後で、なぜと、なんでこんな仕分けやんのという話もしていきたいと思います。はい、じゃあですね、早速まずね、結論からやっていきますけど、ね、まず増資っていう場合ですね、を見ていきます。はい、やらない